はい、続いてのゲストは、名古屋大学劇団新生さん、よろしくお願いします。はい、あでも新生さんといえば2回目ですかね、来ていただくのは。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。しかしね、初登場の方も実は見えたりして花はい、じゃあこちらから、宮本明則さん、辻村香奈さん、小安和樹さん、そして鈴根浩志さん、よろしくお願いします。お、鈴根さんといえばね、先日あの俳優寄せで、はい、はい、3週間ぶりです。そうですねはい、もうね、あれいかがでした。でもいや、せっかくなんで。緊張しましたね。ねえ、さあと、別に個人のことはどうでもいい、俳優寄せが、名古屋俳優寄せっていうのがまあ2週間前に、うん、まあ、あの落語の俳優さんが落語をやるっていうのがあったんですけど、うん、おかげさまで、はい、2日とも満員御礼。そうですね、うん、ということで、はい、大盛況のうちに終わらせていただきました。どうもありがとうございましたはい、そのね、はい、鈴根さんがもともと所属されてるのがね。そうです、もうホームですね。ホームですからね、はい、でちなみに、あ、そうだ、その時のあの、はい、定号というか、あちらは何なんでしょう。その時が、はい、新生亭鈴根っていう、ね、まあ、まさにこの新生という名前がついてて、はいはい、あ、じゃあもう改めて、まあ、今ねもう名前が出てるからなんとなくもう分かるんですけど、名古屋大学の演劇部ではなく、サークル、サークル社がね、はい、そちらのサークルから来ていただいてるんですけれども、今回は、4月の新入生歓迎公演ということで、はいはいはい、じゃあタイトル、あ、チラシをね見ていただきたいと思うんですけれども、じゃあタイトルは、タイトルは、はい、ヴィンセント。おお、これヴィンセント、なんか名前かなと思うんですけど、ちなみにこの作演出、はい、宮本さんが、はい、おお、今まで書かれたことあるんですか。実は本格的に書いて一番最初に書き上げたのがこのヴィンセントっていう台本なんです。結構最近なんですか、書いたのは。前々から書いたのが、前回の公演が12月にあったんですけど、はい、そのちょっと前ぐらい、10月か11月ぐらいに書き上げたのが今回4月になって、ちょっとまさかの、まさかの、まさかの、はい、演劇っていう形にしていただけるっていう機会に恵まれました、はい、じゃあそこはね、あの宮本さんにいろいろ聞いていかないといけない部分であるんですけど、まずどんなお話っていうところなんですけれども、はい、まずこのヴィンセントはおな、あ、おな、な、名前、人の名前では、でしょう、ね、どうなんだろう、うん、じゃあまあどんな話そうはい、うん、じゃあまあどんな、まあ、簡単でもいいですけど、まあ、あらすじというか、まず舞台が一つに設定されていて、うん、あのどこかの国のどこかにある、うん、とある洞窟がありまして、うん、ああ怪しくない怪しい感じ、どこかの洞窟に、うん、例えばこの3人の役者で、役者がやる、あのこの3人はちょっと画家の役をやってもらうんですけど、あ、うん、絵描く人です、はい、なんかちょっとこのヴィンセントが光る、はい、光るこれもしかしてあれ かけて5なんとかさんとかに 5? あれヴィンセント版、あ、版違います、じゃないんだ、あ、そうやね、あ、そういうやりじゃないんだ、あ、それかなと思って今ちらっと思ったんですけど、うん、じゃあわかんない。あ、そうか。あ、そうですね。あれ、確か宮本さんって絵が、はい、絵がお好きだったんでしたっけ。はい、ねえ、なんか確か前あのツイッターかなんかちょっと見て。ちょっと高校の時美術部にずっといて、うん、それでまあ自分自身も油絵描いてたりもしてましたし、うん、じゃあやっぱりその部分からちょっとやっぱり感化される部分というか、やっぱりその話の中にもそういった絵描きが。そうですね。うん、絵描きがすごく自分の中で扱いやすかった。あ、でも逆にね、そのあんまりその絵描きというかそのそういう部分にはあまり触れてないかですよね、感じですけど、全然全然、うん、じゃあちなみにどんな役をっていうところで、宮本さんも出られ、いや出ないです、あ、今回出られない、役者としては出ないです、あ、もう作演に、はい、もうということで、じゃあ辻村さん、今回もこう言ってんですけど、そうですね、そうですね、はい、前回とは真逆の、あ、かわいらしい、はい、あ、
ちなみに前はどんな役をやったんでしたっけ？前はおばあちゃんの役をやってたんですけど、あれでもめちゃくちゃキャラクターが立ってたというか面白かったですよね。なんかあの悪魔がね、やってるそのメイドさん的な感じでやってる人たちになんか本当にもう本気でツッコミ入れるみたいな、結構そのなんていうかキレのいいおばあちゃんでしたね。退治してましたね。ね、今回はでも全然違って、はい、はい、まっすぐな素直な女の子ですね。うん、おお。ちなみに絵を描く役とかなんですか？はい、画家。画家の役になりたい。うん。っていう女の子です。はい。じゃあ小安さんはですか？僕も画家で、うん、芯の通った冷静な男の人の役です、うん。かっこいい役です。ああ。でもでもね、なんか前回 の, その悪魔役、ね、先に今の話だと悪魔役だったんですけど、一番なんか、ね、かっこいいというか、そうですね、かっこいいですね、彼は。でも身長も、ね、高いところあるから、すごい見栄えもするし、あ、うん、その部分もあると思うんですけど、じゃあ、同じく絵描きというか、そうですね、うん、じゃあ、鈴音さんはどうですか？あ、まあ僕も絵描きの役で、まあ、なんかこの3人がワンセットというか、うん、あのよくつるんでる仲間みたいな形で出てくるんですけど、うんうん、まあ自分の役はこの2人とはまた違って、こうちょっと熱血でもないですけど、うん、すぐガッと頭に血が上っちゃうような、うんうん、こうちょっと騒がしいガチャガチャした、で、まあ、若干鬱陶しい、うん、ああうざったいようなそう、なんかね、その気になってたのが、その鈴音さんのそのツイッターでそのまあ講演情報というかね、告知がしてあるんですけど、そこになんかうざくって書いてなんか あえて書くんだ、うざく、うるさく、うるおしくでしたっけ、うん、書きましたけど、やっぱりそういった性格のまあキャラクターというか、はい、そんな感じを、目指してやっております、うんうん、はい。じゃあこれね、なんていうか見どころというか、まあ、こだわりの点とかをまあ聞きたいんですけれども、今回もその会場は七つ寺共同スタジオということで、まあ、前回 の, その40周年でしたっけね、はい、いや50周年、50だ、本当だ、あ、10年は失礼しました、50周年でした。あちらのまあ記念公演というかありまして、その時もまたね、まさに、大道具チーフそうです形でやっていらっしゃっても、もう本当にね、もう半端ない、ちょっと、まあ、ブログの方に何となく写真は多分載ってると思いますんで、それを見ていただきたいんですけど、本当になんか邸宅がそのままみたいなね、すごい階段とかも通っちゃったりとかしてたんですけど、今回どうですか、まあ、あれと比べてというのではなくて、まあ、今回はという、まあ、見方したいんですけど、大道具さん的にはやっぱり大道具の平ですね。チーフははい、ちょっとこの学年の1個上の先輩にまたもう一度お願いしてるんです、うん、はい、今回は舞台的にはどうなんですかね、どういったシーンというか場所的には、場所はその普通の洞窟の中で、うん、その具象ですね、うん、洞窟を表現する、うんうん、場所なんですけど、そこを結構ね、どう作っていくのかみたいな、そうですね、うん、もう小屋のドアを開けたら、あ、洞窟だって思ってもらえるような、ああ、ええー、ああ、やっぱりその視覚的にも、そう結構しっかり作ってる、そうです。というかね、そうなんです。今結構上がってきましたけど、うん、その辺をやっぱ作っていって、まあ明らかにもう洞窟のシーンだというか、そう。分かるような、そうですね、はい、うん、じゃああと、時代設定的にはどう、時代設定的には、うん、まあ、この劇自体がすごいファンタジー色が強いので、うん、どこの国の何時代っていうのは決めてはないんですけれど、うん、ちょっと専門的な話になってしまうと、うん、例えば、うん、ヨーロッパの方で、うん、絵画の印象派っていう人たちがいるじゃないですか、うん、はい、うん、あの人たちが出てくるよりちょっと前ぐらいを想定してます。ああ、なるほど、まあ、じゃあ 中世まではいかないけど、そうですね、もうちょっと新しいけれども、はい、わかりますか、もちろん分かりますよね、今一応説明はしているんですけど、ただ時間的にね、どうなのかっていうところはやっぱり、まあ、好きか嫌い、まあ、好きじゃないかでね、やっぱり変わってくると思うんですけど、その辺どうですか、宮本さんの演出は。じゃあ辻村さんどうですか。聞いちゃおう。いや、役者の意見をすごく取り入れてくれる演出なので、うん、やりたいようにやらせていただいてます。おお、やっぱり結構キャラを生かす、まあ、どうですか、今回そのキャスティング的には
どうでしたか、そのやっぱりその人なりの部分をやっぱり、まあ、選んだというか。そうですね、まあ、キャラクター的になんか全然誰かに当てて描いたとかいうわけではないんですけど、うん、すごいなんかあこの人はこのキャラしかないなっていうものがポンポンポンって決まっていて、ちょっと自分でもびっくりしてます、うん、結構そのまあハマり役だったみたいな。そうですね、ハマり役が多いです。おお、なるほど。じゃあ他に何か見どころとかあります？他に見どころですか、うん、結構なんて言うんでしょう、楽しいシーンを多く作っていまして、うんうん、なんて言うんでしょうね、今ちょっと前ファンタジーともさっき言いましたけど、うんうん、なんて言うんだろう、ミュージカルっぽいシーン、ミュージカルではないんですけど、ミュージカルでは全くないんですけど、ではないです、それみたいなシーンであるとか、うん、ちょっと動きが大きく出るようなシーンであるとかをちょっと大事にして作っています、うんうん、お、じゃあまあ前回の公演でもまあなんかダンスシーン的な、ね、部分があったりとかありましたけど、やっぱりそういったものも取り入れたりとか、そういうああいう感じもまたないですかね。前回のダンスシーンより動きが大きくなった、うん、さらに、はい、もうちょっと残念なところが宮本さんが出ないっていうところが前回のねあれはご覧にマルコでしたっけね、はいはい、あれはもう、はい、某、はい、知り合いの方と一緒に僕2人で見てたんですけど、もう最初から最後に爆笑してましたあれはなんか動きが面白いというかちょっと不審だみたいな不審不審者が1人いたでもなんか本当にもうこれなんかちゃんと芝居というか演出がついてあれなのか素なのかなとか、なんかそうどこまで演出とかあったのかなと思ってあるんですけど、じゃあ基本的にはどうですか、なんていうかジャンル的に言うと、はい、コメディーというか、どうコメディーとは言えない、あ結構もうけれども面白いシーンも面白いというよりは楽しんでほしい、うん、楽しいシーンをいっぱい作りたいです、うんうん、てか今作ってます。あ、いうことですね、はい、ちなみになんかその絵とかその絵描きが出てくるってことは何かそのまあどうですかね、まあ、ドローイングというか絵描き的なそういった絵の部分とかも取り入れたりとかはしてはそこはないのかな。これはちょっとこれは言えない、あ言わない方がいい、ああ言えてるか言えてないか、さっきからそんな感じばっかりこの番組の難しいところは見てほしいけど言えないどこまでがみたいな、うん、やっぱりそういったね、やっぱり絵描きが出るからにはやっぱりそのいった部分をちょっと、まあ、生かしたところとか出るかなと思うんです。あとまあセットはまあ大きなね、その洞窟のっていうことありますけども、衣装的にはどうですか。はい、前回はまあそのね、はい、ロミジュリというかあれがあったから、まあ、そういった衣装もありましたけど、ドレス的なねものもあったりしましたけど、うん、その辺は時代背景的に前回とちょっと似通ったところもあるので、うん、ちょっと似てはいるんですけれど、うん、前回の衣装よりもカラフルになっています。ああ、そこはなんかキャラクターごとにこの色のイメージっていうのがあって、うん、それに合わせて衣装を選んで、あ、じゃあまあどういったものかやっぱりまあ普通の服よりもやっぱり衣装、中世じゃん、なんだかそのヨーロッパのちょっと昔のヨーロッパ的な雰囲気なんですかね、まあ、雰囲気程度ですかね、程度はい、じゃあ、ここで改めてね、日時とかあと料金とかですね、その辺りの、はい、告知をしていただきたいと思いますけれども、はい、どなたにしていただきましょうか。はい、はい、じゃあ宮本さんお願いします。はい、あ今出てますね、はい、名古屋大学劇団新生新入生歓迎公演ヴィンセント、日時がですね4月の11日12日の土曜日日曜日、はい、で11日の1時からで11日の6時から、はい、で12日の11時からと、はい、12日の16時からです、ね、はい、ちょっと12日の16時千秋楽には、うん、シークレットイベントがあります。あ、なんか星がついてる、はい、まあ、他のステージにも舞台裏見学ツアーっていう、まあ、新入生歓迎公演なので、そうですね、新入生向けの紹介みたいなのを入れています、うん、で値段が、当日で800円、はい、
で予約してもらうと700円になります、はい、そしてそしてそしてなんと新大学生は新大学生は無料おおおもうぜひねこれを見ていただいて、まあ、後々は新生さんに入っていただけたらみたいな。まあ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 、そこは見る人の人生ですけれどもみたいなね。まあまあ、ね新大学生じゃなくても、うん、例えばこう専門学校とか、はい、あのまあそういう細かいことは、うん、あの気にしないので、とにかくあの新しい高校新しい学生だよっていう学生証とかを受付で出してもらえれば、うんはい、もう何回見ても無料なので、うんなるほどねはい、ぜひリピートしていただいて、うん、全然 OK ですので、なんか1回見た後でね、こんなところがちょっと気になったってもう1回見たくなった場合に、なかなかちょっとあのお金払ってっていうなるとあれかもしれないですけど、そうですね、まあ、それでね学生さん気になった方は、まあ、要その学生証の持参ということでありますけども、ちなみにあの舞台裏見学ツアーっていうのは、これは学生さん限定になりますか？いや、特には学生も参加していただいて、まあ観劇後のそのまあアフターイベント的なものだから、じゃあ残ってもらえれば見せてもらえるということで、はい、随時我々でご案内しますよっていう、はい、じゃあちょっとね、はい、その気になる洞窟の裏側という言い方もあるんですけど、ね、ちょっと壁の中どうなんだろう、その洞窟の作りとかですかね、やっぱり大道具とかあと小道具とか あとはあの、うん、音響機材照明機材ああですね、どうやって操作してるのかなみたいなことも、うん、じゃあオペタクとかそういったところも見せてもらえるということで、はい、じゃあ会場の方もお願いします。はい、ですね、会場が鶴舞線の大須観音駅より徒歩5分の七つ寺共同スタジオ、はい、そうですね、50周年の記念公演、はいはい、そうですね、はい、同じ、はい、そうですね、はい、もうなんていうか、もう本当入る前からもうなんていうかすごい雰囲気のあるね、まあ、行ったことはご存知かもしれないんですけれども、もうあの扉からもうすごいもう重々しい感じというか感じのするところですけど、そちらからまあ入ったらもうすぐその洞窟のシーンというか、もう来たんだみたいな感じが分かるということなので、はい、そこもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。予約の方はどちらから？予約は、うん、予約はですね、まずはホームページが今ここに出てますけれども、例えばツイッターとかからもできますか？そうですね、 OK です。あ、はい、ツイッターの公式アカウントにリプなり DM なりしてもらえれば、はい、随時対応いたします。これやっぱりあの学生でそのまあ無料でまあ行きたいなという方は、まあらかじめちょっと言っておいていただいた方が、まあ当日でも全然大丈夫ですけど、行ってもらえるとこう我々のモチベーションが上がります。ああなるほどね、はい、あとまあその辺もやっぱスムーズにやっぱり入場も可能かと思いますので、そうですね、はい、その辺りも書き添いの上ということで、はい、はい、ではここまでは名古屋大学劇団新生さんから、こちらですね、宮本明憲さん、辻村かなさん、小安和樹さん、そして鈴根浩志さん、ありがとうございました。はい、ではまた一旦 CM を挟んで、恒例の質問コーナーに行ってみたいと思います。では一旦 CM です。